今日の特集は世界レベルのすごい研究がたくさん行われている愛媛大学理学部のお話。深くて古くて硬い最先端の研究、まずは8000万年前の世界へご案内しましょう。今年2月、愛媛大学が記者会見を開きました。本発見は愛媛県初の首長竜化石の発見を示唆するものであります。白亜紀当時の海生爬虫類の研究の発展に貢献することが期待されます。8000万年から7400万年前、白亜紀に生息していた大型の爬虫類首長竜の化石を愛媛県内で初めて発見したというビッグニュースが発表されました。発見したのは当時理学部4年生の佐賀翔吾さんです。この歯が出たということは他にもたくさん標本が出る可能性があるので、そこからもしかしたら保存状態のいい化石が見つかって、そこから新種が見つかるっていうようなこともあるかもわからないですけど。県内初となる首長竜の化石が見つかった場所、実は観光地道後の一角。昔の海底面がこういうふうになって、こう斜面からドーンと落ちてきやすくなってて、石も結構崩れてきたりするので、昔事故も起こったりして危険なんです。なのでここは所有者の方に特別に許可いただいて、我々の愛媛大学の理学部で調査させていただいている。崩落の危険があるため、通常一般の立ち入りは制限されていますが、今回特別な許可のもと発掘の様子を撮影させてもらいました。これですね。これこう、こっちもこう、まあ大きな柿みたいな感じなんですけど、イノセラムス類の、スフェノセラムスっていうやつなんですけど、白亜紀のこの時代っていうのがよくわかる示準化石なんです。恐竜が生きてた頃の白亜紀の、ちょっと真ん中ぐらいですか、後半の、後半の頃の、海に生きてたやつですね。示準化石と呼ばれる貝などの化石から地層の年代が特定できるそうです。この道後の発掘現場は貴重な化石が見つかる場所として愛好家の間ではよく知られているとのこと。これ持って帰って、いや貝だ、なんかの歯が、歯の跡ですね。魚の歯かもしれないし、こうとんがった円錐状の、これがこういうの、これですか。はい、そうなんです。このちっちゃいの、ちっちゃいの、これ先生、我々ここ来て5分ぐらいですけど、やっぱ相当出るんですか。相当出ます、相当出ます。続々と現れる化石の数々。こうした地道な調査の積み重ねが貴重な化石の発見につながるんです。およそ900人の学生が学ぶ愛媛大学理学部。愛大理学部にはあまり知られていないけど実はすごいという研究をしているグループが他にもあるんです。ここが何の部屋。これは新しい物質を作り出す実験室。物質を作る？我々地球の中の研究をしているんですが、地球の中はすごい高い圧力と温度の世界なので、それをこの装置を使って、力を加えて、また熱を加えて、地球の中に相当する高い圧力と温度を出す、そういう装置。愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター。地球内部の研究を通して惑星の起源や進化を解明することなどを目的に2001年に設立されました。ボッチャンと名付けられたこちらの機械は地球深部の環境を再現して新たな物質を作り出す世界最大の超高圧新物質合成装置。
地球の中では、まあ、いわゆる石がですね、すごい高い圧力と温度の下でいろんなものに変わってしまうんですね。例えば炭は圧力5万気圧ぐらいでダイヤモンドに変わっちゃうんですが、で我々はこういった技術を使ってそのダイヤモンドを含めていろんな物質を作り出しています。これは実はダイヤモンドなんですけども、炭、つまり炭素の塊に高い圧力と高い温度をかけて作られたダイヤモンド。一般的なものと比べてオレンジ色がかっているのが特徴です。我々姫ダイヤと呼んでて、これがまあ世界で一番硬い、そういう物質なんですね。世界で一番硬いってすごい。その超硬い特徴を生かして加工や実験などの分野で利用されている姫ダイヤ。いろんな形のものがありますが、ここで素朴な疑問が。世界一硬い姫ダイヤを、はいはいはい、カットするには、ええ、何でカットすればいいんですか。そう、世界一硬いんだったら姫ダイヤ自体はどうやって加工するのか、皆さん考えてみてください。答えは、まあ、レーザー、ある種のレーザーでですね、まあ、焼き切るようなそんな感じですね。研究センターでは日夜強力な計算性能と継続した稼働性能を持つコンピューターなどを駆使して地球内部の深いところのディープな研究が続けられています。我々実験と計算に特化したようなそういう研究をしていて、まあ、日本でもこれやってるのは、ここぐらい。まあもう日本でここぐらいというと、やっぱり世界の最先端。まあもちろんそうですね。他にも宇宙に海洋、生物、科学などなど。さまざまな最先端の研究が行われている愛大理学部。研究成果の一部は城北キャンパスにある愛大ミュージアムに展示されています。自由に見学できますよ。地元の 人たちにぜひ知っていただくことが我々も嬉しいですし、はい、そういうことを知って地元の若者が愛媛大学もいいなと思ってもらえると、うん、もっと嬉しいですけど、はい、意外とすごいぞ愛媛大学の理学部と思ってもらえたらいいと思います。来月にはあの愛媛発の首長竜の化石の展示も決定。愛大ミュージアムでアカデミックなひとときいかがですか。